お世話になっております。マサルです。今回はネスペ対策として MPLS を一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。従来の IP ルーティングは IP アドレスを見て転送先を決めますが、MPLS は何を見て転送先を決めるでしょうか？ A. MAC アドレス B. ポート番号 C. ラベル。どれが正解でしょうか？正解はこちら C のラベルです。これはちょっと簡単すぎましたかね。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは解説していきます。 MPLS って勉強しようとするとなんだか知らない言葉ばかり出てきてとっつきにくいんですよね。でもご安心ください。今回のこの動画でキーワードを一つずつ丁寧に解説していこうと思っています。それぞれのキーワードが分かればぐっと MPLS の理解が進むはずです。今回は MPLS の基礎からちょっとだけ深掘りした内容までお伝えしていきたいと思います。ではまず MPLS の基礎から一緒に勉強していきます。MPLS とは一言で言うとラベルを使った転送技術です。インターネットの世界は IP アドレスに代表されるように IP という仕組みでルーティングされていきます。IP ルーティングは基本的に最短経路を選んでデータが運ばれていきます。しかしこれでは一部の経路だけに通信が集中して他の空いてる道が使われない、いわゆる渋滞が発生しやすいと言えます。一方、MPLS では特定の通信に対してあえて遠回りだけど空いてる道を通させるというような経路の制御をすることができます。MPLS は負荷分散が得意ということになります。こういった機能があるおかげで MPLS はネットワーク全体の帯域を無駄なく使い切ることができます。あとは MPLS といえばラベルですよね。MPLS はラベルを使ってパケットをカプセル化します。ラベルを使ってカプセル化をするので大規模な VPN を効率よく運用することができます。ここまでの基本知識を整理すると MPLS はラベルを使った転送技術、 IP よりも負荷分散が得意なこと、そして通信事業者はMPLS を使ってネットワークを構成し、企業に VPN サービスとして貸し出している。この辺りを基本として覚えてもらえれば OK です。それでは、なんとなく MPLS の基本を整理したところで、どうして通信事業者が MPLS を使うのか、5つの理由を見ていきたいと思います。それぞれの理由が分かれば、MPLS の解像度がもうちょっと高くなるはずです。通信事業者が MPLS を使う理由その1、トラフィックエンジニアリングがしやすい。トラフィックエンジニアリング TE とは、ネットワーク上のデータの流れを効率的に制御、管理し、ネットワーク資源の利用を最適化する技術のことを言います。先ほど説明しましたが、IP ルーティングは常に最短経路を選ぼうとするため、特定の回線にアクセスが集中して渋滞、つまり服装が発生しやすいと言われています。一方、MPLS では明示的経路制御をすることができます。これは A 地点から B 地点へ行くデータは、あえて遠回りして空いてるルートを通す。このような経路制御です。MPLS はネットワーク全体の負荷を均等に分散することができるため、効率よく設備を利用することができます。通信事業者が MPLS を使う理由その2、QoS と帯域保証がしやすい。企業活動において Web 会議や基幹システムの通信が途切れると困ってしまいますよね。そこで MPLS ではラベル内の EXP ビットなどの情報を使ってパケットの種類ごとに優先順位をつけることができます。この仕組みがあるおかげでネットワークが混雑していても音声データだけは最優先で通す。そしてこの顧客には必ず 10Mbps の帯域を確保するといった QoS サービス品質の制御が可能になっています。通信事業者が MPLS を使う理由その3、VPN とセキュリティを確保できる。通信事業者のネットワークには様々な企業のデータが流れています。これらが混ざってしまうと大事故ですよね。MPLS は顧客ごとに異なるラベルを割り当てることで論理的に隔離されたトンネルを作ることができます。これによって顧客 A 社と顧客 B 社が同じ IP アドレスを使っていたとしてもラベルが違うため混信せずに高いセキュリティを保ったまま通信をさせることができます。通信事業者が MPLS を使う理由その4、高信頼性がある。ネットワーク内では光ファイバーの切断やルーターの故障というのは一定の頻度で必ず起きてしまいます。MPLS にはファストリルート FRR という機能があって、障害を検知すると事前に用意しておいた別ルートに人間が気づかないほどの非常に短い時間で切り替えることができます。この機能があるおかげで、音声通信や金融取引などの重要な通信を切断させずに通信させることができるので、高信頼性があると言われています。通信事業者が MPLS を使う理由その5、マルチプロトコルに対応できる。MPLS の MP とは、マルチプロトコルの略です。IP パケットだけではなく、イーサネットフレームやそれ以外の情報もカプセル化して運ぶことができます。これにより事業者は IPVPN サービスも広域イーサネットサービスも一つの巨大な MPLS ネットワーク上でまとめて提供することができます。ということで、どうして通信事業者が MPLS を利用するのか、その理由を5つお伝えしました。随分 MPLS の解像度が高まってきたのではないでしょうか。では、ここでネットワークスペシャリストの過去問に挑戦してみたいと思います。ネットワークスペシャリスト令和3年度春の午前に問い11です。MPLS の説明として適切なものはどれですか？あ、IP プロトコルに暗号化や認証などのセキュリティ機能を付加するための規格である。い、L2F や PPTP を統合して改良したデータリンク層のトンネリングプロトコルである。う、PPP データフレームを IP パケットでカプセル化してインターネットを通過させるためのトンネリングプロトコルである。え、ラベルと呼ばれる識別子を挿入することによって IP アドレスに依存しないルーティングを実現するラベルスイッチング方式を用いたパケット転送技術である。答えはどれでしょうか？これはわかりますよね。正解はえ、ラベルと呼ばれる識別子を挿入することによってIP アドレスに依存しないルーティングを実現するラベルスイッチング方式を用いたパケット転送技術が MPLS の説明です。では、ここからテスト対策用にさらに MPLS を深掘りしていきましょう。 MPLS を勉強すると必ず見るキーワードがあるので整理していきますね。まず LER と LSR、 この2つのキーワードについてお話しします。 LER はラベルエッジルーターの略です。MPLS ネットワークと企業ネットワークを LER が接続してくれます。LER は企業ネットワークからの通信に対してラベルを取り付けてくれたり、さらに MPLS ネットワークから出るときにラベルの取り外しをしてくれます。ラベルを付けたり外したりしてくれるのが LER です。次に LSR。LSR はラベルスイッチングルーターの略です。LER によってラベル付けされたパケットを受信して、ラベルテーブルに従ってラベルの付け替えを行い転送するのが役割です。今回の図で言うと、ラベル100番できたら、ポート2番から新ラベル200番を付けて送り出すという役割を LSR が担っています。ちなみにどうしてわざわざラベルを付け替えるのか、疑問に思った方もいると思うので補足します。実は MPLS のラベルはネットワーク全体で共通の番号ではなくて、隣接するルーター間でのみ有効な番号、つまりローカルな値として扱われます。どうしてそんなことをするのかというと、ラベルの番号というのは有限で、もし世界中の全ての通信経路に重複しない1位のラベル番号を割り当てようとすると、番号がすぐに足りなくなってしまうからです。さらに、ラベル番号を全てのルーターに情報を同期させようとするとそれも難しいので、なのでラベル番号は隣接するルーター間でのみ有効な番号になっています。ではどのようにして各ルーターはラベルの情報をやり取りしているのかというと、 LDP と言われるラベルディストリビューションプロトコルを使っています。 LDP を使って自分の都合の良い番号を隣のルーターに、この通信にはラベル○○番を使って送ってねのように伝えています。 LDP という言葉もよく見かけますが、お隣さんにラベルの情報を伝えるプロトコルのことです。それでは次にプッシュ、スワップ、ポップというキーワードを覚えていきましょう。これはさらっといきますね。プッシュは入り口でラベルを付与すること。スワップは配送中にラベルを付け替えて転送すること。ポップは出口でラベルを外すことです。MPLS ではプッシュでラベルを付けてスワップしながら配送して、ポップでラベルを外す。いろんな言葉が出てきますが、やっていることは単純ですよね。では、いきなりですが理解度をチェックしていきましょう。 MPLS の入り口にあるルーターの名前、皆さん覚えてますか？入り口にあるルーターの名前は LER、 ラベルエッジルーターでしたね。では MPLS 内で配送していくルーターの名前は何だったでしょうか？このルーターの名前は LSR でしたね。ラベルスイッチングルーターです。では最後、出口にあるルーターの名前は何だったでしょうか？出口にあるルーターの名前も LER、 ラベルエッジルーターでしたね。 MPLS の入り口と出口はそれぞれエッジなので、両方とも同じ名前です。 LER になっています。しっかり覚えておきましょう。そして MPLS の動作も確認しておきましょう。入り口でラベルを付与する機能のことを何と言うでしょうか？これはプッシュでしたね。覚えにくい人はラベルをつけて MPLS ネットワーク内にプッシュする、こんなイメージで覚えておくと良いかもしれません。次はラベルを付け替えて転送する機能。この機能を何と言いますか？この機能はスワップでしたね。スワップは入れ替える動作を表す言葉なので、ラベルを付け替えるというイメージを持つと覚えやすいかもしれません。最後はラベルを外す機能です。この機能は何だったか覚えてますか？ラベルを外す機能はポップですよね。ポップといえばポップコーンですかね。ラベルが取れて飛び出すイメージを持つと覚えやすいかもしれません。なお、各機能の覚え方は私のオリジナルの覚え方です。公式な情報ではないのでご注意ください。ということで、今回はネスペ対策として MPLS をテーマに一緒に勉強しました。これからも成長したいエンジニアの皆さんを応援する動画を作っていきたいので、ぜひ高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また、マサルの勉強部屋ではオンラインコミュニティをやっています。勉強を一人で続けるのが孤独だったり、大変な方はオンラインコミュニティに参加して一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。本編ではお話しすることができませんでしたが、最近は SD-WAN と MPLS を組み合わせて利用することが多いそうです。SD-WAN を一言で言うと、ソフトウェアで拠点のネットワークを賢く管理する仕組みです。SD-WAN をうまく活用することで MPLS の弱点をカバーすることができます。MPLS の弱点とは、まずコストが高いことですね。帯域を増やそうとすると料金が跳ね上がります。あとは設定変更を通信事業者にお願いする必要があります。なので時間がかかってしまって柔軟性がないというのも MPLS の弱点だと言われています。安全だけどちょっと融通が利かない高級な道路、それが今の MPLS のイメージですね。では SD-WAN を入れるとなぜ MPLS の弱点がカバーできるのかというと、ハイブリッドに WAN を使い分けることができるからです。例えば、基幹システムの重要な通信は MPLS を利用する。YouTube や Web の閲覧などはインターネット回線を利用する。このように SD-WAN を使って仕分けをすることができます。MPLS の高品質な帯域を本当に大事な通信だけに集中させることができるというところが良いところですね。さらに SD-WAN を使うと信頼性も向上させることができます。通信事業者の MPLS のネットワークは信頼性が高いネットワークと言えますが、万が一 MPLS のネットワークに障害が発生した場合、 SD-WAN が瞬時に障害を検知してインターネット回線経由の VPN に切り替えることもできたりします。ということで最近は SD-WAN を利用して MPLS とインターネットをうまく使い分けしているよというのが今回のマーケトークでした。最後までご視聴くださりありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。